今回は長野真由美の天体議会を朗読します。シグナスが天下をかける9月の第一月曜日、うんざりするほど暑い地下鉄の大混雑で夏の休暇が明けた。鳩場に近いセントラルのいくつかある路線のうち、地下鉄12号線は一つだけ旧式のまま残された古い地下鉄だ。それにしても遅いな、スイレン。どうか、スイレン。おはよう。ご無沙汰だな。何事だ、その目は。それ朝起きてみたら左目が開かないのさ。ひどく腫れてるんで慌てて湿布したり洗ったり洗顔してみたけど効果なし。オピタルだよ。自ら洗って。そっから今さ、ビロの看護婦が手で触らずに眼帯があればそれをしておけって電話の違い。ちょっと見せてくれ。ダメ、みっともないから。うんざりだな。楽器始めはいつもこれだ。みんなが同じ時刻に集中する。だったら降りないか、こんなバカ上げた乗り物。しゃぶるのか学校。聞いたことしようぜ。それにしても残念だな。今日学校へ行けば注目の的だったのに。その眼帯わかるぜ。で、どこへ行こう。ひとまず朝食を取るってのが理想だな。どうせ君は抜いてきたろ。いつも通りさ。じゃあ決まりだ。いつものところ。こんな朝早く空いてないぜ。多分行けばわかるさ。どうやら引き返さなくても済みそうだ。電灯が止まってる。放課後、必ずと言ってよいほど足を向ける鉱石クラブ。名前の通り、鉱石や岩石の標本、結晶、化石、貝類や昆虫の標本、貝殻、理科道具などを売る店で、品揃えは驚くほど豊富だった。このクラブで一日中暇を潰す収集家のため、パンや飲み物を注文できるカウンターもあった。あれ？誰だあいつ？いつもの店番の学生はどうしたのだろう？新しい水盤か。それにしては幼すぎるよ。僕らと変わらないじゃないか。そりゃそうだ。スイレン、彼は知ってるか。制服を着てる。いや全然。ひとまず行ってみよう。スノパンとコーヒー。僕もコケモモのジャムとクリームたっぷり添えて。不愛想なやつ。それに無表情だしさ。やつを気にすることはないさ。それで休暇はどうしてた？南へ行ったのか。行ってないよ。兄にその気がないものだからさ。そっか。南の話が聞けるかと期待してたんだぜ。あの島じゃ真昼でも人工天体を見つけられるって言うだろ。それに薄貝色の古代昼顔。言わなよ。おまけに突然バービーがやってきて居座るものだから、兄はどこかへ消えてしまうし、こっちは遊覧船に付き合わされる始末さ。同情するよ。どこのバービーも同じだな。実の子じゃなくても僕たちを産んだってことが大きいのかな。かもしれない。なんだよ、何ジロジロ見てんだよ。この目、石が入ってるね。早く取り出した方がいいぜ。なんだ君は。随分大きい石だ。まぶたが重いだろ。
石は入ってるはずないだろ。何の痛みもないのに。大地眼帯をしてるんだから君に分かるはずがないじゃないか。僕には分かる。バカバカしい。9時になったらオピタルで見てもらうからほっといてくれよ。そんなの無駄なことさ。石のことは簡単には分からないからね。オピタルでは 2,3 日安静にするように言って水の入った目薬をくれる。受け合ってもいいけど明日にはもっと腫れてくるぜ。石は少しずつ成長するからね。黙れよ。僕ならばその石を取り出せる。ちゃんとコツを心得ているから。スイレン、石を取り出せるかどうか試させたらいいじゃないか。どうか、奴の言うこと信じるのか。いや、でも試してみても悪くないと思う。それに僕だって君の目がどんなに腫れているのかわからないんだ。分かった、眼帯外すよ。そうすればオピタルに行くべきだって君にもわかるよ。ほら、本当だ、ものすごく腫れてる。だろ、触ってみてくれよ。石なんてどこにも入ってやしない。確かに何もない。ラバーのような感触だ。でもね、それは石が入った時の症状だ。一見何もないように思えるけどさ。君はさっき睡蓮の目から石を取り出せると言ったな。ああ、その通りさ。だったら取り出してみせろよ。本当に入っているとすればだけどな。どうか。いいから、やらせてみろよ。もちろん本当さ。さっきからそう言ってる。いいか、目を閉じて、両方とも。取れたぜ。スイレン、オピタルに行かなくても良さそうだぜ。腫れがすっかり引いてる。案外嘘でもないってことか。ほら、君の目に入っていた石だ。この青い結晶が目の中に入ってたっていうのか。冗談言うなよ。でも確かにあの結晶は君の目の中にあったんだ。どうかの確かは全然当てにならないからな。その結晶は誰のものになるんだ。君のものさ。 おい君、どこ行くんだ。行っちゃったよ、おかしなやつ。どうか、彼をどう思う。スイレンはオートマータだよ。君もそう思ったのか。じゃあどうかもか。喋らなければ誰だって人形だと思うさ。それにあの顔好きだろ。ああ、その単なるオートマータじゃないぜ。どんな？聞いたことがあるんだ。精巧なオートマータはまるで生きてるように見えるってね。思考して喋ることもできるんだ。人工頭脳持ってる。まさか。ほらよ。問題はね、彼らは何気ない顔で僕たちの周りにいるってことさ。あんね、どうかなって。からかうなよ。でも自分で気づかないだけかもしれないぜ。じゃあ君もだ。そうだよ。だから眠るのが怖いんだ。目覚めると石が入ってるなんて、おちおち眠ってなんかいられないぜ。でも綺麗な結晶だよ、それは。こんな結晶は見たことがないな。ターコイズのようにも見えるし、アクアマリンのようにも見える。どうか、思い出したよ。何を。昨夜僕は青い海を漂う夢を見たんだ。アクアグリーンの浅瀬が見渡す限り続くんだ。僕は水面と触れるくらいのところを浮かんで漂ってる。浮いて。そう。気持ちよさそうだな。あれはよかった。多分南の海だな。どうか来年は一緒に南に行こう。つるばみの実が林の中で音を立てて落ちる季節。教室の窓から見える壁空は輝くばかりだ。市街を見下ろす緩やかな斜面に建てられた学校は、落ち葉を焚く煙とその炎の中で弾る木の実の音とで授業中の生徒たちの気をそぞろにする。本日天体議会招集。ジュラルミンの天使およびアントレスの生殖観覧。集合時刻は午後5時。場所はいつもの通り海洋気象台。時間厳守のこと。10月22日議長。葵さん、久しぶりだね。
学校辞めてしまったのかと思ったよ。ついで人気の悪いことを言うな。どうかがつまらないことを言ったのか。なんだ、兄さんは学校には来てたのか。天気はまず大丈夫だな。今のところ雲も少なめだから、今日の晴食は案外うまく観測できるかもしれない。メテオを聞いてみよう。3時40分のがあるはずだ。皆様こんにちは。3時40分のビュルタンメテオロロジクです。北方大陸を寒気団が南下中、第3ユニオン付近まで達する見込み。明日は標識番号 N15 から21のしてでは内陸部を中心に初霜。向こう24時間の各地の天気。南西諸島晴れ、最高気温20度、最低気温13度。どうか南方レジョン南の島のことを考えてるのか。最高気温15度、最低気温7度、うん、薄貝色の昼顔、最高気温コーラルの海岸に打ち寄せる波の音。最低気温5度、北方レジョン曇り、最高気温少しね。最低気温気象台で働いてるんだったよな。以上、そう、3時40分のビルタンメテオロロジクをお送りしました。ニュースをお伝えします。連日カプセルのシグナルが壊されている事件ですが、今日も新たに3機が被害に遭っているのが分かりました。そのためトランスカプセルのダイアグラムに影響が出始めています。セントラルとレゼを結ぶ北方線は現在30分ほど遅れて。そうだ、どうか今日は早めに海洋気象台へ行こう。ちょっと面白いもん手に入れたんだ。何さ。ペンシルロケットだよ。気分もある。打ち上げてみようぜ。行こう。ロケットどこから発射する？給水槽の手すりへ取り付けよう。そういえば今日理科教室の廊下で葵さんに会ったよ。ああ、兄さん昨夜うちに戻ってないんだ。外泊？多分。多分ってなんだ。学校で会わなかったのか？外泊の訳くらい聞いておけよ。言わないよ僕には。バカにしてるから。それに兄は変なんだ最近。そうだ水蓮、君聞いてみてくれないか。兄は水蓮のことを気に入ってるからちゃんと答えると思うよ。それに君だって兄のこと好きだろ。どうしてそう思うんだ。なんとなく口の聞き方が違うし。兄だけだよ水蓮が継承をつけるのは。うん、それでよし。どうか先に降りてろよ。火を吹くかもしれないから。君は大丈夫、飛び降りるから心配ない。さあ着火するぞ。くせえ、あそこだ。落ちた。どこだ。暗くて見えない。カプセルの陸橋のあたりじゃないか。山の斜面まで届くと思ったのに手前で落ちるなんて予定外だ。人に当たってなきゃいいけど。まさか。行ってみよう。どこに落ちたんだ。この辺に見えたけど。あ、カプセルが来る。どうか、あそこシグナルが壊れてる。ニュースで言ってたの。本当だ、石でも投げつけたような見方だ。そうだな、どれも青信号だけ壊すなんてさ、どんな意味があるんだろう。何の意味もないのさ。僕もよせよ水蓮。それ水蓮隠れよう。走らせた。見つかるかもしれないな。平気さ、目撃されたわけじゃない。でもこうして隠れていたら怪しまれるよ。じゃあ橋の上に戻ろうか。誰か来る。誰だ。その後どうだ、目の具合は。なんだって。
また君か。宝石クラブにいた、あの。君、額から血を出してるじゃないか。怪我してんのか。ほら、ハンカチ。ありがとう。でも赤ランプを狙っても意味はないよ。壊すのは青だけでいいんだ。君か。毎晩シグナルを壊しているのは。だってね、青なら10点、赤は1点、黄色は3点だ。そうなれば当然君だって青信号を狙うだろ。何の話だ。ゲームだよ。さっきまで持ち点115で勝っていたのに、谷底へ転落している間に抜かれた。じゃあそのなりは。斜面を転げてさ、今君たちのいるところに隠れていたら、突然小さなロケットが降ってきて足元で破裂したんだ。弾みで足を滑らせた。ロケットに当たったっていうのか。そうさ、ほんのちっぽけなロケットだけどね、ペンシル型の。鳩場の方で打ち上げたに違いないよ。月が沈むまでにあと 2,3 青信号を壊せば逆転する。まだ懲りないのか、その怪我で。ゲームはまだ続行中だ。君たちこそ今度ロケットを打ち上げるときは方向に気をつけろよ。気象台の屋上なら角度は35度、方位は北北西。そうすればほら、あの山の山腹にある鉄塔を直撃だ。シグナルを壊すゲームなんて、そんなの聞いたことあるか。大体彼は誰と競ってるんだ。参加しようか、ゲーム。バカ言うなよ。それよりそろそろ鳩場に戻ろう。完全に遅刻だな。ああ、急ごう。みんな帰ったらしいな。この天気じゃな。スイレン、あそこに誰かいる。高彦だ。高彦！遅刻。二人ともどこへ消えてたんだ。天体議会はもうとうに終わってるぜ。だいたいスイレンは自分で招集したくせに責任取れよ。悪かったな。それで、あんたですわ。全然。この雲を見ればわかるだろ。議会は早々に解散。みんな文句を言いながら帰ったよ。どうしたんだ。今までは吸わない主義だったじゃないか。解禁にしたんだ。もう喉に気を使うこともないし。君たちだって気づいてるだろう。この声風邪じゃないんだぜ。じゃあ港の式典の演奏会のソロは。カラス街かな。夜中に貨物駅で発声練習してる。どうして貨物駅で。あそこはよく響くし、誰の迷惑にもならないだろう。スイレン、コクドロップ持ってないか。君いつも持ち歩いてるだろ。あるよ。一つもらうよ。喉が痛くなった。やけになるからな。いいのか、クラス外で。悪くたって、この声じゃな。これよく聞くな。喉が急に楽になったよ。なかなか溶けないから飲み込んじゃったけど。アクアブルーのもらったよ。青いのは一粒しかなかったから悪かったかな。アクアブルー。スイレン、アクアブルーってまさかあの結晶をこの缶に入れてたわけじゃないだろ。それはさ、入れてたんだよ。うっかり忘れたけど。じゃ、高い子が飲み込んだっていうのも。なんだ、二人ともコソコソして。気にすんなよ。それより随分マシな声になったじゃないか。そうだろう。聞いてくれよ。カラス街にはまだ任せられないよな。当然。どうか。何？君さっき妙なこと言ったろ。なんだっけ。葵さんのことだよ。僕が彼を好きなんじゃないかって。そうなんだろう、実際。見当違いだよ。分かった、兄にそう言っておく。Thank you.
例年11月は天体議会の招集が少ない。空にこれといった星がなくなるからだ。なんといっても一等星が乏しい。おかげで三角座のカプトトライアングルがよく見えるが、楽しみもその程度だ。雪に変わりそうだな。おい、どうか。ここへスイレンが来なかったか。彼に用事か。ああ、ノエルのオペレッタのことでさ、スイレンに舞台装置の図面を頼んだだろ。そろそろ制作に入りたいんだ。このところスイレンはそれにかかりきりだからな。鉱石クラブに行ったって図面を広げてるだけなんだぜ。機嫌悪そうだな。スイレンは遊んでくれないのか。おかげさまでね。高彦、ちょっとストーブを見ていてくれないか。スイレンを呼んでくるから。どこにいるかは見当ついてるんだ。兄さん。誰かと思ったらどうかじゃないか。久しぶりだな。何してるのさ。見てわからないか。鉱物の分析をしてるんだ。去るなよ。スイレンがここへ来ただろ。探してるんだ。あいにくだな、来てないぜ。今日はまだ見かけていない。そんなはずはないよ。ここにはいないぜ。見ての通り。兄さん、なんでうちに戻らないのさ。戻ってるだろう。一昨日だってそうしたじゃないか。文句あるか。文句を言ってるわけじゃない。そんなにうちに戻りたくないのならさっさと出ていけばいいのにって言ってるのさ。どうか。お前頻繁に長距離電話をかけてるだろ。たまにだよ。あの人と何の話をしてるのか聞かせてくれよ。話はあまりしないよ。耳を澄まして波の音を聞いているんだ。波の音ならこの下でも指示を聞こえるだろう。だって兄さんもあの波の音を聞いてごらんよ。全然違う海の風景が見えるから。どうだか。夕方ウォーターシップが船着き場に着くと、父さんを迎えに行くのはいつも兄さんだった。それがどうした。ずいぶん昔の話だ。そう、昔の話。父さんと一緒に暮らしていた頃。聞けばいいじゃないか。ん？正直に聞けばいいじゃないか。父さんはどうしてるか知りたいんだろ。バカを言うな。そんなこと知ってどうする。じゃあ気にならないのか。丸一年会わずにいるのに。ああ、そう、それならいい。それならいいってどういうことだ。スイレンはさっきまでここへ来ていたぜ。今日だけじゃない。このところ毎日昼休みには顔を出す。嘘だ。本当だよ。兄さんに何の用があるのさ。そんなことはスイレンに聞けよ。友達なんだろ。教室に戻らなくちゃ。ストーブ当番だから。スイレンは器用だからな。スイレン、あ、どうか探してくれたんだって。ちょうど入れ違いになったんだよ。悪かったな、無駄足させて。明日の港の式典どこで待ち合わせ。理科教室へ行ったんだろう。暗室の方だよ。図面の青焼きが必要だったから。それよりどうしたんだその格好。雨濡れたのか。どうか。どうか、どうしたんだよ。どうしたんだ彼。機嫌悪いらしいよ。君が図面にかかりっきりだからじゃないか。まさか、そんなこともないだろう。葵さん。おお、スイレン。例の結晶どうした？分析しよう。あの結晶は、もう分析してもらわなくてもよくなったんだ。へえ、どうしてまた。物が消えてしまったからさ。
ふーん。さっきどうかがここへ現れた。なるほど。それで機嫌が悪かったのか。あなたはまた何か言ってどうかを怒らせたんだ。そうでもない。スイレンが来なかったかと聞くんで、来たと答えただけだ。それじゃまるで嘘を言ったのか。今日は初めて会ったんじゃないか。鵜呑みにする方が悪い。何か揉めたか。あなたは承知して面白がってるんだから始末悪いな。ほっとけよ。友人よりも兄の言うことを真に受けるような奴は。代わり玉一袋ください。それだ。よく会うな。君はこの間も珍しく一人だな。港の式典には出ないのかい？いや、ここに来る途中テアトルの前庭に制服の生徒が大勢集まっていた。ああ、旧友の出る演奏会があるからさ。葵も一緒にいた。兄がだった。へえ、彼は君の兄ってわけか。それは気づかなかった。あまり似てないじゃないか。君には関係ない。それよりどうして兄を知ってるんだ？ゲームだよ、シグナルを壊す。葵が相手だったのさ。あの晩は君たちのペンシルロケットのおかげでしくじったけどね。何のためにそんなゲームをしてるのさ。退屈だから。夜は長いんだ。そういえばさっき彼も葵と一緒だったぜ。誰？君の綺麗な相棒。僕が目の石を取り出してやったやつさ。ずいぶん楽しそうにしてた。ちょっと憎らしかったな。君はなんでテアトルに行かないのさ？僕の勝手だ。何がおかしい？別に大したことじゃない。ただ君のは嫉妬だと思うぜ。世間ではそういう。嫉妬なものか。君はスイレンってやつが葵と親しくするのは気に食わないんだろ？それでテアトルに行かずにこんなところにいるんだ。だから嫉妬だというのさ。決めつけるな人のこと。壊れたからには潔く諦めるんだな。どういう意味だ？言葉通りさ。じゃあな。誰だこんな時間に。兄さんじゃないな。そうか、僕だ。スイレン。思った通りだ。すっかり忘れてたろ。今晩約束してたこと。約束？そうさ、新月ちゃんと計画したろ。港の式典の晩はちょうど新月になるから、二人でアレスの観測に行こうって決めたじゃないか。そうだったっけ。どうする？行くのか行かないのか決めてくれよ。行くよ。どこで見るんだ？人工砂丘さ。プラネットボートで走りながら見晴らしのいい場所を探すんだ。なんか言い分があったら今のうちに言えよ。この砂丘の上まで行ったら殴るからな。そう。昼間どこへ住むと車してたんだ。演奏家にも来ないで。ごめん。理由は？理由なんてない。バカみたいなことさ。それじゃ釈明になってない。だから殴れよ。理由もなく殴れるはずないだろ。さっきは殴ると言ったじゃないか。すぐそれだ。スイレン、今朝変わり玉買ったんだ。一つともらうよ。とか君ならどうする？どうするって何を？ここに一つ花瓶があるとする。それは貴重なものじゃない。日常茶飯に何気なく使い、ずさんにさえ扱う、そんな花瓶なんだ。それで？ところがある日とうとう花瓶が壊れてしまい、
散らばった破片を見て思い出した。僕はその花瓶を自分で選んだんだ。だからそれは僕のものだ。で、どうしたのさ、床に砕けた破片。拾ったよ。拾って接着した。どうしても破片の足りないところは新しく練った土でつなぎ、ひび止めをした。ほら、海洋展覧会で見た海底から出土した古代の壺みたいに。それなら秘宝だな、それ。そうだよ。だからどんなに壊れていてもいいのさ。ひび割れたところや剥落したところもありのまま見せてしまう。見栄えが悪くても構わない。そう思わないか。そうだな。どうか、何の話をしてるのか分かるだろう。あ、それならいいんだ。どうか、この変わり玉当たりだよ。スミレの味がする。ずるいな、僕は朝から外ればかりだ。取り替えよっか。でも苦いよ、芯までずっと発火だ。だからさ、君今日はそんなの一日中口にしてたんだろ。ほら、よこしなよ。シーレン、今夜のアレス観測のことだけど、本当に約束してたっけ？どうかの思ってる通りさ、おそらく。おそらくか。どうか。いや、雪だ。通りで冷えると思った。新しい年に備えて磨きをかけたネオンの眩しさに満ちていた。たった数ヶ月前に暑苦しい休暇明けとともに始まった季節も瞬く間に過ぎ去り、早くも学期末を迎えようとしている。オペレッタのプログラム釣りの手伝いで残ったのが結局僕とどうかだけか。試験前はこんなものさ。人事みたいに言ってんな。もうわきまえているだけさ。今さら単語一つ余分に覚えても結果は知れてる。意地を張らずに葵さんに要領を聞けばいいのにさ。伊達に頭のいい兄を持ってるわけじゃないだろ。兄とは関係ない。まるで出来が違うんだ。単にバービーが同じだけで実の兄弟というわけじゃない。でも気持ちは兄弟。少なくとも僕の方はね。葵さんだって同じ気持ちさ。そうだといいけどさ、僕は自分の弟だということに自信がないんだ。できた。これが最後の一枚。あとは折って束ねるだけだ。足りるかな。オペレッタに来るのは学校の生徒、家族、しての一般の人も来るからな。何百人にもなる。足りるよ、これだけ剃ったのだぜ。もうすぐだな。高彦は今頃練習に大変なのだろう。24日の夜か。ああ、ノエルに三日月、劇は戦場、甲板の手すりには赤い実をつけたヒイラギやクリスマスローズの柿、茎や枝には星の数ほどもある明かり。舞台装置だけは最高なんだけどさ。何か問題があるのか。カラスガイだよ。骨折で入院したって。どうしたんだ。例によって貨物駅で発声練習をしてた時に調子に乗って積みの上で立ち上がったのさ。落ちたのか。そう。
それは気の毒だな。笑ってるじゃないか。二人とも少し休憩しないか。高彦、どうだい、オペレッタの練習の方は。まずまずというところかな。これ音楽部の差し入れ。助かるよ、手を貸してもらって。気を使うなよ。ついでにもう一つ頼まれてくれないか。何を？カラス貝の見舞い。代わりに様子を見てきてくれないか。部の連中は練習が晩まで詰まってるし、誰も行かないのも気の毒だから。どうする、どうか。いいよ、プログラム作りも一段落ついたし。じゃあ5時に鉱石クラブで待ち合わせよう。わかった。あ、兄さん。座ったらどうだ。兄さんにここで会うとは思わなかった。うちですらめったに顔を合わせないからな。スイレンと一緒じゃないのか。後から来る。これから診療所に行くんだ。オピタルへ。なんで？下級生の見舞い。カラスガイってやつが骨折で入院したんだ。ふん。兄さん、以前カプセルのシグナルが毎晩壊されたことがあるのを覚えてるだろう。ああ。兄さん、あの件に関わってるね。バカを言うな。殴られたいのか。ごまかしてもダメさ。スイレンも僕も彼に会ったんだ。誰？毎晩ゲームをしてるって言うじゃないか。そうだ、どうか何か石を買ってやろうか。買収しようとしても無駄だ。それに僕は告げ口なんてしない、断じて。悪い、どうか待たせたから。あ、葵さん、珍しいね、ここに来るなんて。悪いか。スイレン、兄が妙なことを言うんだ。何の？石を買ってやろうって。どういう風の吹き回しだろう。買ってもらえよ、葵さんが困るような高価なもの。その方が彼も喜ぶさ。そうだな。でも選ぶのはこの次だ。どうか、そろそろ診療所へ行こう。遅くなる。107号室、107号室。この廊下はまっすぐだな。スイレン。あ、あいつだ。どうして診療所に。これは二人とも妙なところへ現れたな。君こそどうして。何をしてる。石を研いでるのさ。二人とも手を出してごらん。ほら、はあ、十字石だ。石の十字架さ。あげるよ。どういうつもりだろう。さあ、南十字星だ。少し傾いてる。どうかのは。これもハスだ。あ、ここだ、カラス貝の病室。107号って書いてある。どうぞ。どうだい、カラス貝。様子見に来たよ、高彦に頼まれて。ありがとうございます。で、どうだい、足の方。ご覧の通りです。膝の上までギプスです。これじゃノエルのオペレッタは無理だな。大丈夫です、高彦さんにそう伝えてください。 2,3 日で松葉杖を使えば歩けるようになると先生も言ってました。でも今度のオペレッタは船の上なんだぜ。それにカラス貝の役はノエルに天から舞い降りるランジだろ。はい。ギプスをはめたランジなんてあるか、その上松葉杖。僕毎晩欠かさず貨物駅で一人発声練習を続けてきたんです。あ、わかったわかった、高彦君伝えとく。ところでカラス貝、廊下にいたやつは誰だい。と言いますと。僕らと同じぐらいの年のビスクのように白い肌をした男の子。オートマータみたいなやつ。そう、僕入院したばかりですから他の患者の人のことはわからないな。そうだよな。
君たち、ここでロンドを待っても無駄だぜ。またあいつ。ほら、だいたい4、50分に1本しか通らない。すぐ前の便はたった今行ったばかり。うかつだったな。時刻のことをすっかり忘れてた。どうする？歩こうか。君たちさえよけりゃ、鳩場まで帰るうまい方法を教えようか。うまい方法？来いよ。行こう。停車場で待つのも退屈だし、どうせ歩くなら近道は歓迎だ。近道とは限らないぜ。貨物船だな。貨物で鳩場に帰るつもりか。君たちがうまく飛び乗れたらの話だ。カーブで速度が落ちるからそこを狙う。試してみる気があればだけどね。もちろん。スイレン、いいか、あのシグナルのある鉄塔に登って無害の貨車を選んで飛び降りるんだ。ここを通るのは鳩場に戻る列車だから罪にはない。どうか心配してるだろ。別に。やめるなら今のうちだぜ。よせよ、怖がってるわけじゃない。じゃあどうしてこんなに心臓が大騒ぎしてるんだ。ほら、走ったからだよ。あれだ、3両続けて無害の貨車が来る。あのうちのどれかに飛び降りればいいんだ。簡単だろ。診療所にいるんだろう。患者だと思うのか、こんな風に出歩くやつが。それならどうして。さあね。きらめいていた。遊覧船の発着する御影の広場は露天のテントが重なり合うプラザとなり、琥珀銀のガラス玉で飾られた山とヒイラギや水色のバラで埋もれたアーチが空に映えていた。宝石船もすでに明かりで縁取られ、天幕を張った部隊も開演を待つばかりだ。おい、どうか。スリン、高彦、もうじき開演だな。ああ、殺すのよ。どうした？松葉杖で来てる。午前中に何度か稽古して大丈夫だろうというので出すことにしたのさ。松葉杖の何じゃ。今夜の天体議会どうする？高彦、探査ロケットの打ち上げがある。オペレッタが終わって抜け出せるようなら行くよ。じゃあまたいつものところで。ああ。本日午後10時に C 地点で予定されていました探査ロケットの打ち上げは遅れている模様ですが、サテライト中継は予定通り行います。引き続き回線25番でお楽しみください。凍えそうだな。高彦、抜け出せると思う？いいじゃないか、オペレッタの後片付けもあるし。高彦か。またあいつだ。診療所に帰る最終便に乗り損ねた。兄は一緒じゃなかったのか。劇を見て食事をするまでは一緒だった。でも駅で別れた。へえ、君も劇を見たんだ。焼けるだろう。何が？
葵を取られて尺なのさ。なんだと？相手にするなよ。それよりロケットは間もなく発射する。ジュラルミンの天使の昇天だな。天使でも昇天するのか？さ、知らない。ノエルのミサが始まった。うん。ここから開けるなら見えるのか？無理だよ。もっと南へ行かないと。南か。それはどうかしたか？いや。満月で明けた新しい年も瞬く間に一週間が過ぎた。冬の休暇が終わり、手足まで凍るほどの厳しい寒さが続いている。12号線も止まればいいのにな。雪でも平常通りだ。帰ってねえわ。そまったく。でも強風の時には止まるんだ。地下鉄のくせに。どっかに風穴でも開いてるんじゃないのか。地下鉄のトンネル内に管理局の隠し食料庫があるって言うぜ。そういえばチケの発行枚数を減らすらしいって噂も聞いた。時期に配給制になるさ。どうしてくれよ。今夜の天体議会は？いつもの通り、海洋気象台屋上、カノープス観測。なんだか、いつもの不当と違って見える。どこかに似てるんだ。多分、トラバーチンの採石場じゃないのか。あ、そう、それだ。でもどうしてだろう。あの採石場へは二人とも昼間しか行ったことがないのに、夜の布団を見て思い出すなんてさ。そういえばこのところ学校で葵さんを見かけないぜ。うん、この時期卒業式だ。葵さんどうするって？知らない。うちにも帰ってないから。相変わらず拗ねてな。南へ行く船か。南なら金環食を見るんだろう。羨ましいな。あ、どうか、やつだ。なんか探してんのか。小石やガラス片を探しているのさ。何のために？このカレイドスコープの中に入れて船旅のお守りにする。ほら、もうだいぶ集まった。船旅って君この船に乗るのか。さ、よかったら君たちもこの中入れるものを分けてくれないか。ボタンのかけらや貝殻くずでもいい。知人のところを回り、身につけているものの一部をもらうんだ。みんなは幸運を祈って提供する。昔ながらの風習さ。そんなの聞いたことないぜ。無理にとは言わない。南へ行くのか。行く。この青いクリストバル石の白片をあげるよ。じゃあ僕はこの貝ボタン。これで後悔も安心だ。ありがとう。中を覗かせてくれないのか。これは旅する者の特権。船に乗ってからそっと覗くものなのさ。それで何が見えるんだ。自分が真に見たいと望んでいたものが見えるそうだ。例えば？例えばそれは南の島影かもしれないし、もっと神聖なものかもしれない。ほら、早く行けよ。造船のお金が。じゃあ。これ、南のどこへ行くつもりだろう。睡蓮に何か言いたそうにしてたの。どうかんだろう。何？南へ一緒に行かないかってことさ。
雪だ。誰？兄さん。どうか、展望室へ登ろう。え？どうした？早く支度をしろよ。目を覚ましているんだろう。75階展望室へ参ります。大雪になったな。タバコ？ライカならあるよ。睡蓮がこの包みを気に入って、このところいつもライカなんだ。この雪じゃ結構になりそうだ。え？視界が悪いだろう。もやがかかってる。船がどうして気になるのさ。地形よかった。兄さんが？なんで？南へ行く。南へ？彼も南へ行ったよ。誰？シグナル壊しの主犯。昨日鳩場で見送ったんだ。まさか。彼は船になんて乗るはずがない。人違いだろう。だって夕べ確かに乗り込むところを見たのか。うん。ほら見ろ。兄さん。なんだ。別に、ただ呼んだだけ。一人で登ることになるな。平気か？平気じゃなくたって、兄さんは行くさ。当然だ。平気だよ。この頃は自分のことくらい一人でできるんだ。出航は何時？遅れなければ午後5時。なんでみんな南へ行くんだろう。目的なんてそれぞれだろう。兄さんは？さあな。父さんは喜ぶと思う。後で睡蓮と見送りに行くよ。ああ。睡蓮、おはよう。あ、どうか。線路が凍結して地下鉄以外は全滅してるらしいぜ。道理で人気がないと思った。カプセルもロンドもか。みんな始発駅で止まってる。おい、どうか。睡蓮。高彦だ。珍しくカラスガイも一緒か。聞いたか、休校だって。ええ。たった今学校に電話をしたら事務局でそう言ってた。ちょうど生徒に連絡を始めたらしいよ。それならば家を出る前に連絡してほしいよな。そうだな、うん、ところでカラスガイ、こんな雪の日によく松葉杖で登校する気になれたな。高彦さんが迎えに来てくれますから。わざわざ隣の駅から。いいじゃないか。すみません、ちょっと松葉杖を持っていてくれますか。街灯を脱ぎたくて。うん、いいよ。松葉杖で歩くと暑くて、冬なのに汗をかくんだ。カラスガイ、それどうしたんだ。は？その手首につけてる飾り石。これは去年のノエルに診療所の先生がくれたんです。あそこに長く入院していた少年が十字石を磨いて作ったと聞きましたけど。ちょっと見せてくれないか。どうぞ。睡蓮。あ、同じだ。その少年って、ずっと以前に病死した少年だそうです。まさか。二人ともどうすんだ。僕はカラスガイを送ってから家に帰る。僕らはどうする。鉱石クラブにするか。そうしよう。カラスガイの言う病死した少年って、このシグナル壊しのことじゃないよ。違うさ。死んだのはずっと以前だと言ってたの。じゃあ彼は？オートマータだよ。案外あの診療所で作られているのかもしれないぜ。手術台か何かでさ。よく言うな。オートマータがどうして船に乗るんだ。逃亡さ。そうだ、
スイレンに言うのを忘れてた。何を？兄が父のところに行くというんだ。五時の船で。そう。やはりな。寂しいだろう。昨日も走りすぎだ。どうかこそ平気なのか？一人で。わからない。スイレン、カレイドスコープの作り方を知ってるか？ああ。作って兄に渡そうと思うんだ。午後5時、二人が着いた時、船はすでに埠頭を離れていた。小闇になった雪の中、兄を乗せた客船が桟橋を遠のいていく。出航が早まったんだ。これじゃとても水平線まで見送れない。海底なら1時間は見えてるのに。もっと高いところに登ろう。高いところ？海洋気象台。空が晴れてきた。カノープスはどこだろう。子犬のプロキオンとシリウスを結んで南下したところだから。あそこだ。船は見えるよ。ほら、カノープスの下、光が動いてる。兄さん、スイレン、聞こえたか？今のは錯覚じゃないよね。あ、錯覚じゃない。どうか、カレードスコープを渡し損ねたな。何を入れたんだ？さっき見せてくれなかったな。十字石、あの少年にもらった分。砕かずに。十字石を砕いたらお守りにならないだろ。それなら、単純に十字石を渡せばいいじゃないか。カレードスコープに入ってた方が、何十倍にもなる。そうだな。そうだよ。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。